背番号19番ディフェンダーの石上直也です。注目してほしいプレーは、スピードのないオーバーラップです。ドリブラーを追い越すか追い越せないかギリギリのスピードで上がっていきます。帰りももちろんゆっくりです。なるべく、人の集まるところには行かないで、移動は、自粛前は、電車を使うことも多かったんですが、基本的に車で移動していました。今 YouTube だったりいろんな、情報が多くて華やかなプレーとか、かっこいいプレーが多いですが、もちろんそういうプレーを見るのも大事ですけど、サッカーで一番大事なのは基本的なプレーだと思うので、止めて蹴る、そこをしっかり、練習してほしいです。最近は、外でこう食事する機会がなかったので、主に自炊で食材をこう業務用スーパーで買い込んで適当に鍋に入れて火をつける、本当に適当な鍋です。飲み物は、キンキンによく冷やしてジョッキに入れるものが好きです。今シーズンは、必ず JFL に昇格します。その前にコロナに勝つ。